郷田家の盟友として隣国を治める赤間時頼の居城が鬼の面をつけた忍者集団の奇襲により陥落した。家臣の多くは抵抗むなしく討ち死に。追い詰められた当主の時頼は天守閣にて自らの命を絶った。城は未だ鬼面の忍びに占拠されたままになっている。知らせを受けた松之進は亡き父の盟友を弔うべく兵を出すも、力押しの攻め手が通じるはずもなかった。忍びが相手じゃこっちの仕事だね。敵は人にあらず、決して侮るでないぞ。までたどり着いた。それともさすがと言わねばならない。あんたは鬼影、やっぱりあんたの仕業だったのかい。どうでもよいではない。どうせ今頃は郷田の城も。さあ貴様はここで死ぬの。Yeah!
消えた。